掃除と洗い物は私がやっておくから。というかいつもだったら。おったー！だからって病院なんて連れてったら俺が変なやつだと。何？話って。最近様子がおかしいってな。空手の試合で負けたのが原因か。なんだ、知ってたんだ。な、アミちゃんより強いなんて。でもね、勝てないのは私がダメだからだよ。越えられない壁だってあるから諦めろって。けどもしかしたらって思って頑張ってたんだけど。どうせ一つの技にこだわりすぎたんだろう。できること。桜祭りで敵をやっつけた時のお前はどんな技を使うかなんてただの手段に過ぎなかったから。よくわかんないけど、まあそのありがとう二人とも。なんだかやる気出てきた。昇竜わざとじゃないんだよ。てかおっぱいもんどく。ほら